ビシェラ川は、ロシア中央部のペルミ地方を流れる河川で、鎌川の左支流である。長さは4 1 5トル、流域面積は3万1200平方キロメートル。10月末から11月前半には凍結し、4月末に氷が溶ける。ビシェラ川は、ウラル山無北部の標高1200メートルほどの山地の再録に発する。水源の標高は800メートルほどである。 この場所は、ペルミ地方の北東端にあたり、コミ共和国やスベルドロフスク州に接している。ここから、南西方向に、ウラルでも比較的高い山が連なる森林地帯を抜け、ソリカムスクの北西 25km で鎌川のダム湖、鎌湖に合流する。主な支流には、ヤズバ川及び、コルバ川などがある。ビシェラ川の幅は、川口付近では 250m に達する。 中流及び下流は航行可能でクラスノビシェルスクまでは水運もある。流域は人口が希薄で道路も少なくクラスノビシェルスク付近にかろうじて町が存在する。スターリン時代にはビシェラ川流域にはビシェララグと呼ばれるグラグがあり、政治犯などが強制労働をさせられた。現在は上流域は自然保護区になっている。ありがとうございます。